はい、こんにちは。すくきわかめと申します。それではアイワナリースタートですね。春ステージ続きをやっていきたいと思います。この建物の中入ってね、本当に難しくなってるんで、ちょっと今回もね、心してかかっ…え、ちょっとここもまたやんのこれ。となると相当苦戦すると思うんだけど、頑張りましょう。いよいよいつ積んでもおかしくないぐらいにはなってるから。あ、やべ、なるほど、あのスイッチをやつに押してもらうと。で、どこに行けばいいのこれ。あの草のところ届くのかな。まずルートを見出さないと話になんないんで、ここまではいい。あの草って届くのかな。あ、で、こうか。こんでイライラ棒をやって上に行ってって感じかな。あの黄色い線はなんだ。春ステージ長くないっていう。え、ほんで上もそうか。あのスイッチでこの上の針がどくんだ。で、これが問題だな。ちょっと待ってよ、やべ、ちょっと実質時間制限付きのイライラ棒って感じだな。そう問題はイライラボンとこ。はい、で、これやーくそえ、最後のところは真ん中で一気に上がれそうっちゃ上がれそうだな。何回かやって慣れてくしかないな、これ。待ってよ、意外と一気にはいけるから、ここだな。ここで最後タイミング合わせられるか。最後到達したところでちょうど開いてくれるといい。待ってる余裕はないから、この辺からちょびちょび行ってちょっとタイミング遅らして。これだとまだダメか。もうちょい前からちょびちょびやっていけばタイミング合わせられそうだな。悪くない、これならいけるね。おっしゃ。で、あの羽取って、あ、こんで上の草通って黄色い線触る感じですかね。ここはいいよ、もう。はい、で、羽を取るのにまた手裏剣なんだよな。手裏剣右側からでいいと思うんだよな。最初が逆回転の方が越えやすいよな。オッケー、で、こう、こんでこれを越えて戻ってくんだけど、まだまだ時間かかりそうだな、これ。ここまではもういいよ。はい、問題はここだわ。逆に真ん中通んないで一気に左側で上がっていけますね。なんだよ、羽取って飛び出すまでは分かったから、こっからやで。この草ん中通って時間余裕あんのかな。あんまり余裕なさそうでしたよね。割と急いでいかないとダメかな。やっぱこの時点でも半分切ってるから、急がないと上がりきる前にやっぱ効力なくなっちゃうな。無駄を省けと。取ったら急げ。はい、これならおっきゃくっそいけたのに。だいぶ分かってきた。さっきぐらいでいい。はい、こうで、この黄色いの、ちょっと待って、やべえ、ちょっと、え、あ、こんでスイッチあいつも乗ってくれるから、上空いてる時間長くなるから行けよってことかな。オッケー、理解はしたぜよ。こいつ一匹だと
上上がってる間に閉まっちゃうから、もう一匹出して、要は開いてる時間を長くしろと。そのためにこんな大変なことをやらされてると。はい。で、さっきの感じで、はい。で、線触れてスイッチのところ、これで間に合う間に合う？大丈夫？やべ、ちょっと待ってよ。もう一回、もう一回いける？よし、いった。これ嫌な予感すんな。また出てくるね。ここもか。え、ちょっと待ってよ。こっちで、でまたまた増えるんだ。まあ、ここもやっちゃいますか。じゃあ今んところこのギミック一番むずい。はい。で一匹増えて、こんでもう一回あのスイッチ踏んで、やべえ、これ頭ぶつけちゃうとダメだな。で、あれ空いてるうちにまた左の線触るのかな。で、頭をぶつけないように飛び出してこう、あこれでもごっつんこすんのかよ。はい、むずい、マジで。これ逆にちょんって乗って、これだと、あ、これだとダメだ。ちょっと待ってよ。スイッチの滞在時間が短いとすぐ閉まっちゃう。これも多分ダメ。やっぱ高く飛ばないとダメだな。え、だ、これで、やべ、ちょっと待って、いけない？行きましたね。で、もう一匹増えた。同じように、これで、やべえ、ちょっと。え、こんで右の方、行くんだけど、ここマジでむずいな。で、もう一本線があるから、また一人増えるってことですよね。二匹目まではいい。問題はこっから。3匹目。オッケー。で、もう一回スイッチ乗って、こんで右側に行くと、こう。だ間に合わないんだ。もっと急いでいかないとダメってことですね、じゃあ。マジ、今日はこのマップ終わらして寝よう。はい、持ち越したくない。よし、でこんで最後の線に触りに行くと、ここもまたむずそうだな。カーディナルハウスのこのギミックより全然むずい、ここで。いやもうオッケー、頼むから渡ろう。よし、で、やべ、あの線に触れて、やべ、ちょっと待って、これライン考えて飛ばないと大変なことになりますね。戻ってきた。よし、で、インベタ目で飛んで端っこ行って、なっ、降りた後急いで動き出さないと後続が降りてきちゃうんですよね。ここをどうするか、どうするか、くそジャンプしたやつの下をくぐって、こう、いった、これ死にたくない。これで一番上まで間に合うはずなんで、あ飛びすぎたよ。
マジで、さっきの要領、オッケー。で、頼む、行こう。やばい、ちょっと待って、4匹目さ、オッケー。で、右側映るときに4匹目、ぶつかんないように、こう。間に合う?間に合わないの。うっそ。やっぱ4匹目待ってちゃダメかな。4匹目降りてきたら一回、もう一回、もう一周してみます。あ、全然ダメじゃん。やっぱ上から飛び降りないとダメそうですね。これなら、ダメなの。もう一回、この高さで、滞在時間なら、行けたりしない？あ、これでもダメ？何周かやって、ドンピシャになるまで、頑張った方が、4匹目より先に飛び出しちゃえば、これなら行けんじゃない？よし！うっそ！ここ OK。 そろそろ終わりにしよう。頼むよ。でとりあえず4匹目出すまではなんとかなるから、よし！行こう、今度こそ。4匹目より先に。悪くないよ。はい。やっと行った！マジむずい！あっ、ほんでボスなんだ。あ、ボスもこいつなんだね。あ、で、また何回か食らえるタイプだけど、もう、ボスは持ち越しに。めっちゃむずかった、あのギミック。いや、これで春ステージ終わりなのか、中ボス的な感じなのかだな。オッケー。そしたら、じゃあ今回この辺にして、次回このボス戦ですね、やっていきたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。